ファンの音はですね、聞こえないことはないんだけど、ほぼほぼ聞こえないといった状態ですね。はい、どうも皆様こんばんは、カズヤンデンのカズでございます。いやもうね、6月入るのかもうちょっとで、暑いね本当に。ただね、私自身はね、暑さにはめっぽ強いんですよ。33度、34度、35度ですね。まあ、別にエアコンなしで普通に快適、快適ではねえかな。普通に暮らせるんですけども、最近ね、この温度になってきて分かりました。快適に暮らせない人、そして、暮らせれない MacBook たちがいる。そう、MacBook たちがいるんですよ。今現在の温度がですね、これだな。ほんとこの部屋すごい暑くなりやすくてね、見える?今現在ですね、もう9時半というのに31度。まあ、日中はですね、まあ、外気温が、ま、25度、26度ぐらいだったら、ま、33度ぐらいは行くような感じでございますね。もう去年とかはね、39度っていう記録がこの部屋で出たからね、今年はなんとかして40度目指して頑張りたいと思います。多分ですね、まあ、この部屋は、ま、いろいろ、ま、機械臭いということで、後の方ではですね、自作パソコンが動いてたり、まあ、他にも、ま、照明焚いたり、このパソコンたちが動いたりとですね、とにかくこの部屋は暑くなりやすい。そんなわけでですね、もうこの子たちがすごい悲鳴を上げてるわけ。今ですね、こちら2台用意いたしましたがですね、こちらが新型の MacBook、ほんでこちらが MacBook Pro でございます。ほんでこちらの方はですね、ファンが入っておりまして、まあ、熱くなりすぎるとファンがうおーんって動くような感じなんですけども、こちらの方はファンは入っておりません。ただちょっとうるせえな。今ですね、こちらの方で動画の書き出しをしてるんですけども、すんごい熱くなるんですよ、これ。MacBook Pro 持ってる方はね、わかると思うけど、ここら辺がね、まあ、モテてるけどさ、モテ、熱っっていうぐらいの温度ありますよね。いやー、今この子もね、すごい今ね、頑張ってる。うん、結構音するな。ちょっと音見てみましょう。うん、じゃあ行くよー。こんな感じだよー。そうです。決してですね、静かではございません。そんでですね、前からだけどさ、こっちの方でマイクラでプレイしてるんですね。マイクラ実況プレイみたいな。そうするとですね、このファンの音が入ってくる。まあ、いつもね、録音はこちら。こちらの MV1 で行ってるんですけども、それをですね、まあ、ここら辺に置いてやってもですね、入るんだよ、結構音が。他にもですね、最近この子が、特別な作業してないのにさ、画像残ってるかな?せーの、ポイッと。はい、こんな感じでね、弱音を吐き始めました。特に動画編集しているわけでもなく、声でゲームをしているわけでもなく、ただにね、ブラウジングしているだけで、まあでも、めちゃめちゃ暑い環境ね、まあ、33度ぐらいだったと思うんだけどさ、その環境下で弱音吐きました、この子。というわけでですね、前々から気になってはいたんですけども、せーの、ドンと。はい、はい、こちらでございますね。こちら買っちゃいました。ただですね、これは、ちょっと中身出そうか。せーの、パラララーン。はい、皆様こちら何か分かりますでしょうか。これですね、ノートパソコンを冷やすためのクーラーでございます。要はね、ここから風がブオーンと出るんでございますね。でですね、ちょっと試しに使ってみましょう。はい、こちらですね、このような感じとなっております。ここはですね、まあ受ける場所でございますね。ほんで上側の方にボタンがございまして、これが入り切り、ほんで弱、強とだけ2種類、2つだけ、まあスピード変更もですね、簡単ながらできるようになっております。じゃあ早速ですね、こちら USB を差し込みまして、あとはこちらにパソコンを置きましょう。ほんで次にこれですね、こちらはですね、このような形で差し込みます。するとですね、こちらこう見た方がいいでしょうかね。今ね、まだ電源つけてないんですけども、スイッチ、上のスイッチを押しますと、はい、こんな感じで、LED がつきまして、この真ん中の大きなファンがですね、動き始めます。この時の音はというと、聞こえるかな。ただですね、もう一個ボタンを押しますと、はい、次はですね、この小さいファンが動き出しますから、この時はですね、結構音は聞こえます。音量で言うとね、こっちの MacBook Pro が本気で動いた時の音量と同じぐらい。ただですね、こっちの方が間違いなく冷えるような感じでございますね。ちょっとね、ティッシュで比較すると、今つけますよ、弱モードで。弱モードだと、わかるかな?
少しねホバリングするぐらいですね、このティッシュが。うん、結構ね優しい風となっております。で次ですね、こちらちょっと強ボタンを入れて強くすると、次はですねほら、まあ、これもホバリングだけどもう完全に宙に浮くような感じでございますね。この子たち、小さい子たちのスピードがね速いんですよ、回転スピードが。うん、ほら、でこれを弱めるといきますよ、弱めるとこうなる、ほらふにゃんってなっちゃったでしょ。まあそれをですね、まあこんな感じで使いましょうといった感じでございます。そんでですね、肝心のこちらの使い心地はというとどうなんでしょうね。これはね、2400-500円と結構安い安物タイプのものなんですけども、思ったよりかはねいいね、この値段帯にしては。いつもはねちょっとマイクラ撮影の時は、うるさすぎるので、弱モードで運用しております。その時はですね、こちら、フルパワーでこの MacBook Pro がファン回転し始めることあるけど、本当にたまにでございますね。夜中涼しい時であれば室内温度が27度ぐらいまで下がってくるから、その時はですね、フルパワーが出なく、ほぼほぼ出なくなりました。ほんでですね、この子、今この子で見ると簡単だな。ちょっと今見えるかな、温度が分かるやつちょっと入れてみたんだけど、見えるかな今、この子の温度が、74とか、まあそんな感じになってるでしょ。んじゃあね、この子で今全力で冷やしたいと思います。ちょっと USB 使えるのがめんどくさいのでモバブでいこう。やっぱ USB は欲しいよね、普通に。やっぱちょっとがめんどくさい。よし、な動くぞ。さあ動き出しましたよ。さあこちら60度台に行くんでございましょうか。ちょっとしばらく見ていきましょう。1分ぐらい見ましょうかね、1分後。はい、1分が経過いたしました。なぜか77度、78度。今バックグラウンドで何が動いてんだ ?79 って数字もちょっとさっき見えたぞ。あ、80度出た。まあ、ただですね、今回なぜかこの子を冷えなかったけど、数字上。まあ、アプリの関係があるのかもしれないし、まだこの CPU のとこまで、この熱伝導がね1分じゃ届いてないのかもしれません。ただね、ちょっと、MacBook Pro で使う分にはですね結構効果は出ております。まあ、こちらですね大体2500円程度と、安いタイプではございますので、もしですねこの発熱が気になる方ですね、こういったものもございますので、もしよかったら見てみてください。こちら商品購入ページにつきましては、下の概要欄の方に貼り付けておきます。まあ、他にもね多分1万円とかぐらいのやつだと、もっともっとねこの高性能でファンの音が少なかったりするかもしれないからね、もっとお金出せるって方はそっち買った方がいいかもでございます。ちなみに一番いい解決はですね、クーラーを取り付けることでございます。いい加減なんとかしようかな、クーラー。以上こんなところでですね、ノートパソコン用のクーラーのご紹介でした。